こんにちは、黒田和史です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、演奏がずれたときは、どうや、まあ、合わせちゃった方がいいんですかねっていう質問がありまして、えー、それについて結構大きな命題なので、えー、いろいろ、まあ、チャプターが出てきたので、ちょっとお話ししていきたいなと思います。 演奏はですね、ジャズの演奏自体はお互いが自立してるべきっていうのがルールになるんで、まあ、自立していかなきゃいけないんですけど、メロディが一番強いんですね。なのでメロディに合わせるってことが多いんですけど、合わせすぎると良くないですよっていう。で、シチュエーションによって、まあ、使い分けを僕らはしてますよ。で、正論を言うときは注意ですよっていう、えー、まあ、こういったチャプターでお話ししていきたいと思います。それでは始めていきましょう。 まあ基本演奏はお互いが自立しているべきということですね。ジャズはですね、まあ特に演奏はドラムベースが軸になっている上で、そこをこうまたいだりとかひっくり返したりとかして自由にして演奏するんですね。だからマイルスの時点でデューク・ジョーダンをマイルスがめちゃくちゃディスりまくってるんですけど、まあ、特にパーカーなんかはこうメロディがひっくり返って聞こえるようにわざと一拍ずらして演奏したりとか、なんかそのみんながわかんなくなるようなことをいっぱいやってたんですね。でデューク・ジョーダンは多分、 もう歌番とか好きだったと思うんですけど、なのでこう、なんていうかね、メロディーにパッパッパって合わせちゃうんですって。そうするとこう結構軸がずれから、まあ多分そういうタイプには合わなかったのかもしれないですけど、でもデューク・ジョーダンって普通に危険の関係のブルースを作ったりとかですね、非常にあの、ミュージシャンとしては優れてると思うんですけど、このマイナスの自伝のおかげでデューク・ジョーダンは干されたんじゃないかっていう話なんですが、まああの、そんな、まあデューク・ジョーダンは悪いわけじゃなくてですね、それぐらいこう、マイナスとかこう、 チャーリーパーカーがやってた頃のやつっていうのはもう上がこうずれたように聞こえるけどそれをいかにキープするかによって上の人が自由になれるんだから絶対ついていっちゃダメなんだっていうことを言いたかったっていうことですね。えー、そういうお話ですね。なので基本はまあ相手がずれたっていうことはドラムとベースはキープするべきなんですけど。ただ、やっぱメロディーっていうのは一番強いですね。リズムメロディ、ーハーモニーっていうのは僕の持論ですよ。でもまあ多くの場合は答えとしてはメロディーが一番強いですよっていう。例えばこう。 そうですね。あの、悲しいことがあったときって、まあ、リズムを歌う人は、なんかこうね、こう電話がかかってきて、えー、兄が、えー、ガチャッドッツッパッツカドンドンパッっていう人はあんまりいないわけですよね。なんかこう、なんかこう、ガチャッ、みたいな、<laughs> えー、母が、うー,うーってなってから、 ドーミーソーみたいな、ハーみたいな感じでハーモニーを歌い、ハーモニーを歌える人はあまあいないじゃないですか。なので、やっぱメロディーを歌うんですよね。メロディーとか歌詞とかそういったものを歌うんで、やっぱこの3つの中でメロディーが強いと思われてるっていうことですね。ところが、これは僕はメロディーというか、メロディーの中にはリズムが、ただ、ドーミーファーソーだと、その、まあ、ハーモニーもちゃんと、 聞こえてきて、リズムもちゃんとあるっていう。だからメロディーの一部分がリズムで、メロディーの一部分がハーモニーで、それ強調したものだが、リズムとハーモニーなんじゃないかなっていう風には思ってるんですね。だからメロディーにはどっちも含まれてると僕は思ってるんで。でメロディーが一番強いんですね。メロディーを強調するためにリズムがあり、メロディーをこう引き立てるためにハーモニーがあると僕は思ってるんで、だからメロディーがずれたらメロディーよりも周りが合わせた方がいい時が多いし、メロディーがもうずれてしまって、まあ、分かってて、 こうやってることだったらいいんですけど、メロディーがもう勘違いしてたらメロディーに合わせた方が多分自然に聞こえるんですよ。なのでメロディーがもうこれ修復聞かないなと思ったら僕は 基本的にはあるところまで行ってからね。あるところまで行ってから。いきなりそこでスッススって合わせるんじゃなくて、どっかのタイミングの、こう、節目のところでフィルインでうまくこう、ひっくり返したりとかして戻してあげるってことをよくしますね。ただ、そのバラードとかの場合は、もうこれはもうどうしようもない。ハーモニーがずれちゃうからもうしょうがないっていう時はもうささっと合わせたりすることも多いですね。 ただやっぱりさっき言ったみたいに合わせすぎて良くないですね。ジャズはリズムをキープしている上で自由に演奏するというルールですね。なので上級者と演奏するとやっぱりさっきパーカーの話でもそうですけど、意図的にやっぱりずらしてきてて、あれ今これどこやってるのかわかんないけど、こう踏ん張ってるとストーンと戻ってきてる。その気持ち良さがあるんですよ。ところが、 なんかずれてるずれてると思ってすぐ合わせちゃうと癖がつくと、そうするとやっぱ上級者の演奏としては向こうからすると物足りなくなってしまうんですね。まあ、上級者と演奏しようと思うとやっぱそこの部分っていうのはできなきゃいけないんで、これ合わせすぎる癖がつくと良くないので、そこを分かった上でやらなきゃいけないって感じですね。 で出演に一によって僕ら使い分けます。誰がこの演奏の主役なのか、まあ誰が主催者なのかとか、で誰かリーダーなのかとか、そういうのもありますよね。リーダーがこう、もうこう、ふらふらふらって間違えちゃうようだったら、もうささっとちょっと合わせますね。だから、でセッションとかは一応対等なので、だから、まあ、 基本的にはあんまりこう、無理に合わせたりとかはしないですね。ただその、まあ、セッションでも上下関係もあるだろうし、まあ、そこら辺はこう、うまくこう、やり取り、やれっくりするしかないんかなって感じはしますけどね。まあ、発表会なんかの場合は僕らもこう、発表会のバックの演奏とかやりますけど、そういう時はもう、生徒さんがもう、間違えたなと思ったら、一瞬で判断しても本当にわからないように、スススススってこう。まあ、これはこれでまた、なんかその特殊技能なんですよね。ただ、こればっかりやって、 やっ,てるとやっぱりこうシビアな演奏でついつい合わせる癖がついてしまってあなんかごめんなさいみたいな感じになることがやっぱあるんで発表会ばっかりやってるとちょっとしんどい時がやっぱありますよねやっぱシビアな演奏したいなって思う時がやっぱりあったりします。 ただまあ、こういう、まあいろんなことがあったとしてもですね、人から嫌われる一番簡単な方法っていうのを、これをうち、師匠に教えてもらったんですけど、正論で論破したらもうすぐ人から嫌われるから、もう正論でね、あの、こう、パパって、こう、淡々と論破していく。だからディベートとかって、こう、大学の時とか僕もやってたんですけど、そういうこう、相手をこう、理論的にこう、完全に追い詰めてですね、そういうふうにこう、論破するっていうのはですね、ディベートではこう、褒められるんですけどね、一般社会では絶対褒められないですね。基本的に必ず恨みを買うので、 で、正論で論破すると、それではもう向こうは偶の根も出ないので、他のことで相手をいじろうとしてくるんですね。この、仕返ししてこようとするんですよ。なので、こう、絶対、こう、人間関係うまくいかないんで、だからうまくあい,いかなかった相手の気持ちに寄り添った会話をしてあげましょう。例えば、こう、まあ、ね、こっちがキープして向こうがこう、なんかこう、うまくいかなかなったら、あ、ちょっと迷ったんだけど、なんかまあ、戻ってくるかなと思って、 で、とかいう話をしてあげたいとかね。で、なんか、あれってなんか俺がこういう風にフレーズしたからちょっと聞こえづらかったんかもしれんよね、みたいな話をしてあげるとかね。あの、お互いやっぱりこう、やっぱり自分なりにこう一生懸命やってて、だからそれをこう、まあ、一生懸命やってて失敗するわけなんで、なので、 その失敗し、なんであそこ失敗したんだろうね、みたいな。でも俺はこういうふうに思ってて、わざとひっくり返そうと思ったんだけど、ごめんごめん、ちょっと迷わせちゃったね、みたいな話をすることは、まあ、よくやりますけど、結局は、その、相手の気持ちに寄り添ってあげて、で、一緒に上手くなるのか、まあ、この場だけの関係なのか、みたいなところら辺ですね。ここら辺をやっぱりしっかりやっていくといいんじゃないかなと思うんですけど、まあ、セッションなり何な,なりこう音楽関係やってきてですね、うまくいかないこと、 よりもですね、ここ今うまくいかない、その場のことがえうまくいかない予想って僕らもやっぱあるわけですよ。で、そういった時はその対処が一番大事だと思うんですね。いかに大人な対応ができるかということですね。それによってこう広がりとかもやっぱ出てくるので、えー、やっぱりあの、どんないろいろなビジネスショップとか、やっぱりこう、 何て言うんですかね人生諸生術みたいな本もいっぱい読むんですけど、どの本にも書いてあるのはやっぱり相手の言い分をよく聞いてあげて、相手の立場に立って考えてあげるってことなので、相手の立場に立って、こう、まあ一緒に共にね、上手くなりたいんであれば、僕なんかはそうですけど、一緒にやるバンドなんかのリハーサルの時は、あの、 結構早めに集まって2、4のクリック鳴らしながら、俺こういうアプローチをしたいから、これでひっくらがれずについてこれるようにしようかとか、俺はずっと裏でリズムを叩いてるけど、これ気にせずに表を感じてずっと演奏してみようかっていう練習をよくバンドでしましたね。なのでそういった、こう、共に演奏するんであれば、今回うまくいかないんだったらどうやったらうまくいくんだろうとか。 今度一緒に練習しないとかっていうふうにした方がやっぱ膨らめますよね。それはね、ピンチはチャンスって言いますからね。そういったところをしっかりやっていけば、絶対こう、いいふうに持っていけると思うんですけど、そこをですね、誰が悪いとか、俺は悪くないとか、そういった話になると絶対にうまくいかないんですよ。だからそこら辺を、こう、こう、俺は間違ってないけど、でも、なんかこう、このバンドがうまく次に先を見ればいいんですね。今、過去は変えれないんで、 今、うまくいかなかったことは、まあ、置い,ておいたいとして、みたいなね。これは、まあ、誰が悪いとかじゃなくて、みたいな。まあ、その、ね、10-0の交通事故じゃないわけですから、まあ、なんかこういうフレーズ入れなければ、あの、事故は起なかったとかもあるわけだし、まあ、いろんな、こう、要因があって、こう、事故が起きるわけですから、その、事故が起こった時の対処法が一番大事っていうふうに僕は思ってます。そこら辺が一番ね、 これができれば別にそんなになんかうまくいかないとかいろいろ悩む必要はないんですけど、まあただその、やっぱりこう、質問のあった方もまあ、セッション自体が自分自身がアップアップでやってるのに、他の人でやられたら、こう一生懸命せっかく守ったのに、なんかこう、向こうがずれて向こうが機嫌が悪くなったらどうしましょうみたいなお話だったので、まあそれ仕方ないですよね。でもそこは仕方ないけど、そこをこうどう対処するかっていうところが腕の見せ所なんじゃないかな。僕は思ったりします。というわけで本日は以上になります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。 今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方は、いいねボタンを押してください。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。私のメールマガジンがありますので、詳細の欄から URL がありますから、そちらで紹介ページの方でぜひメールマガジンのご検討ください。毎日僕からメールが届きます。 ジャズドラムのこととか、ジャズの歴史のこととか、心理学のことについて、毎日動画とその解説をお送りしますので、よろしくお願いします。3大特典もついておりますので、ぜひご検討ください。それでは今日は最後までご視聴ありがとうございました。黒田和義チャンネルでした。